自動車運転席下部のペダル。左からクラッチペダルブレーキペダルアクセルペダル。自動車運転席下部のペダル。左からパーキングブレーキブレーキペダルアクセルペダル。ブレーキペダルは自動車の運転装置の一つ。フットブレーキを作動させる。三輪、四輪車ではほとんどの場合、運転席の足元に位置し、アクセルペダルの一つ左側にある。通常、 足の滑りを防止するために、ペダル表面にゴムが貼られているが、ドレスアップ性を重視したアフターパーツでは、滑り止めのゴムがないものが多い。アフターパーツのブレーキペダルを取り付けた場合、足が濡れている時には、操作に注意を要する。形状は、吊り下げ方が主であるが、エアブレーキの車両はほとんどオルガンペダル型である。ブレーキペダルは、右足で操作するのを基本としている。 このようにすれば、ブレーキ時に必ずアクセルから足を離すことになるので、フェールセーフ的な操作となる。さらに、加速しながら、ブレーキを踏むという無意味な行為を防ぐこともできる。しかし、緊急の場合にペダル踏み替えの時間を要することには、注意が必要である。市販車では、クラッチペダルのない AT 車の運転は、左足が自由なことと、AT 車のブレーキペダルは、 MT 車のものより若干大きくできているので、ブレーキペダルを左足で踏むことも可能である。AT 車であってもクリープ現象の弱い車種にあっては、上り坂での一旦停止で、ブレーキペダルから足を離すと交代してしまうものもある。この場合、発進の際には車両が後退しないように左足でブレーキペダルを踏みながら、右足でアクセルペダルを踏み込む操作が有効となる。 ホンダベゼルのオートマチックブレーキホールドスイッチ走行中にブレーキペダルを踏んで自動車を停車させた際ブレーキペダルから足を離してもブレーキがかかった状態を保持する機能が一部の車種に採用されているただし一部の車種において制御ソフトウェアの欠陥や電源ノイズの影響などによって運転者の意図せずブレーキホールドが解除され車が動き出してしまうといった不具合が 報告されている。メルセデスベンツは、この機能を早くから、採用、実用化している。その際の操作も、停止させてさらに強く、ブレーキペダルを踏み込むだけという簡単な操作だけで、発動させるとができる。第126回、国会交通安全対策特別委員会第3号、平成5年2月22日議事録、オートブレーキホールド機能とは何ですか ホンダ技健康業。2017年4月1日閲覧。高血都市やデーズリコールレクサス NX200 トンなど3万7000台停車中に突然動き出す。レスポンス2017年4月1日閲覧。高血都市やデーズリコールメルセデス V220D 停車中に意図せず動き出す恐れ。レスポンス2017年4月1日閲覧。 ありがとうございます。